どうも、ジャグダンです。ではい、どうも。何話目ですか？17話目ということで、まあね、ドラマおさらいする前に、コメントの方を返していきたいと思います。恒例のね、はい、はい、前回がなんと生配信させていただいて、生配信させていただきまして、まあ、その都度流れてたコメントが、はい、数十人ということで、はい、二度とやりません。はい、はい、で来てます。はい、トシトシさん、お、どうも、ヘタレのトシトシです。生配信お疲れ様でした、うん、吉田さんがもうええわって言ったのと同じで、私も考察はもうええわってなっちゃってます。犯人は河村だ、うん、まあ、考察まではちょっとまあ分かんない感じですけども、河村ちゃうかという予想されていらっしゃいます。落合ゆで方、あ、そうやで、うん、落合っぽくないすぎてじゃん。トシトシちょっとね、イライラしてきたな。ちょっとなんかもうめちゃくちゃなってるな。ちゃんとコメントしてちゃんとちゃんと考察せんと、あなただけなんですよ。まあね、うん、ここいる人で、うんうんうん、頼むわ、ちゃんとしてんと、うん、うん、まあ確かに唯一と言っていいほど、うん、こんなちゃんとしてくれる人、はい、はい、次おかんさん、はい、毎週恒例にしてほしい生配信を、うん、やりません。はい、はい、次ザクロさん、うん、YouTube 生配信楽しかった、うん、コメント少ないな、終わりやろこれで。今回終わりです。今日のおさらい、うん、今日のおさらいとしては、うん、まあ、一星君見つかり、うん、松戸が、その松戸、うん、松戸がなぜ、カリナのことを、まあ、小松さんね、うん、お母さん説明してましたっていう、その事情を、うん、まあ、振り返ってたような状況です。うん、あの死体は中村満と中村満のお母さんやったしね、全然関係ない、初めて出んねやみたいな、もしかしたら真帆ちゃんとか俺言うてたけど全然違ったし、確かにね、確かに全くちゃいました。だってお母さんがまず出てなかったからね、中村満の死体で元木と一星は付き合ってたっていう、まあそのそうやな、あの感じで付き合ってたもんな、その王子様と姫様の感じにしたっていう話ですよ。うん、高校卒業するまでね、でその後ストーカーしてたってことでしょ、元木さんが。そうですね、で、まあ最後の方なんですけど、望月君がまたね、あのあっちゃんの病室お届け物ですっていう、なんかまたややこしい、怪しい風にしてたけど、二宮さんもね、落語してんのがお姉さんで殺されたっていう、俺落語のこれもう全然ちゃうかもしれんけど、お姉さんの聞いてたんや声、俺小畑さんやと思って、えっと思って、え、兄弟やったんとか思って、俺はええで、カリナ、小畑ことカリナの声に聞こえて、え、繋がってたんや思ったら殺されたって言ったから、違うんかもしれないわ。いやー、まあね、うん、うん、もう一個気になるの、なんで小畑さんはあっちゃんを自分の息子にしたかったの、洗脳して。わからん、それもわからんの。まあだからその自分の息子っぽいのを冷凍してたじゃないですか。してたよ。だから子供やっぱ欲しかった。で、なんであっちゃんの。ああ、まあ確かに、そう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 、ほんまにテリーとに見えるわ。だから今日はもうね、僕田中さんの家来たんですけど、やらねえんちゃっていうぐらい何もわからんな、余計わからんようになったよね。真犯人フラグって言ってるけど、犯人一応小畑さん、元木は一応拉致したやっていうので犯人で、まだいるっていうこと、真犯人、真犯人がいると。ああ、フラグは立つ、この人が犯人ちゃうかっていうフラグ立つっていうドラマで真犯人のフラグ、あの二人は犯人でしょ、一応。一応犯人ですよ。でも真犯人がいる、犯人っぽいフラグがいっぱい立ってる。あと菱田さんね、血絞ってた。ああ、うん、あれもわからんな、あのコーチとなんか車で喋ってた内容もやし、あと猫おばさん、
悪い人じゃなさそうやけど、確かにどこまで何を知ってんねんっていう。だから真帆が生きてるか死んでるかっていうのもでかい。そうね、まあどっちだと思います。なんかワンチャン確かに死んでんかもしれんな。そう出てきてへんすぎて。俺生きてる気するわ。いや俺はもう今言うだけど、うん、真犯人、うん、真帆結構ずっと言ったな。いや真帆かな僕はね。ゴーラとかなんなの。ゴーラはまあ分からんけど、分からん、全然分からん。ゴーラ分からんって、もう殺し屋にしか思えへんもん。どこで噛んでるのかもよう分からんし。確かに、まあ、だからあのあっちゃんがあれは全部嘘やったってことね。まあ、結果相良さんが殺してたっていうのは嘘やし、ほんまに洗脳されたっていうことで。めっちゃ早いじゃん今日。いや今日だってないで使うと、うん、だってもう撮ってんのは10分だ。でも今日マジで無理やろ。コメント返しもそんななかった。じゃ生配信の後やったから、うん、で前回来てた人も来てへんし、うん、